皆さん、明けましておめでとうございます。2023年、何年？あれ、何年？虎？ねえ、牛、虎、う、たつ。お正月といえば、書き初めをしていこうかなと思ってるんですけど、北斎というこの筆を使って塗って、なんかね、今年の漢字を書いていこうかなと思います。で、普通に書くだけだと、まあ、ただインクを、塗ってるだけで書き初めとは言えないじゃないですか。なので、ちょっとした魔法を使って、黒のインクを使って、書き初めしていきたいなと。墨汁で書き初めしていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。君は何やってんの？君は、おーい。君は何やってんのかな？おい、ひでおさん！こんにちは。こんにちは。あ、皆さん、いいですか？去年の漢字は、お金の金っていう漢字だったんだって。で、2023年の漢字は、もう決まったみたいなんですけど、実は。なんか、戦うっていう、戦っていう漢字なんですよ。で、これ理由わかんないんだよ、俺。なんで戦なのって。おい、ひでおさん、意地悪しないの。戦してる戦、戦っちゃダメ。意地悪しないの。結局漢字書くんですけど、まあ、うさぎの漢字を今から書いていきたいと思います。みんなこれ、うって書いたの。一応、うさぎのうって書いたの。見える？あ、見えるっぽい。これは喜びのダンスだ。わかってるって意味だ。すごい、すごいべ。すごいだろ。すごいだろ。うわ！え、うさぎの絵？おい、うまい！うさぎの絵だよ、これ。これ、うまいよ。あ、なんか、ひでおさんが呼んでる。え？え、すごい！待って！これね、うさぎじゃなくてね、みんな見てこれ、見てほしい。え、見て、ひでおさんが書いたやつ。これ漢字読めれますか、皆さん。小学生の子とか読めないでしょ？これ、うなぎって書いてあるわ。漢字で。漢字で、うなぎって書いてある。俺の名前だ。うさぎ年じゃなくて、うなぎ年書いてくれてる。ひでおさんが。優しい。ひでおさん？そういうことか？今年は。今年は俺の年か？そう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 。そう、うなちゃんの年だよ、今年。